大阪製未工業、富山修造大正5年1月13日は、幕末の越後長岡藩市、明治期の衆議院議員、管理、実業家。大倉省、初代、日本銀行大阪支店長、横浜商金銀行取締役を経て、朝日ビール、商業更新書等の創業に関わる。阪神電鉄初代社長となり、関西財界の礎を築いた。 慶護も、阪神タイガース海の親とも言われる。越後国越志軍高波在園、大号抜き、村出身。陽名は虎田。越後長岡藩の藩士、安一隊の子として生まれる。嘉永六年井上五蔵の門に入りて、漢学を治め、富山家を継ぐ。井上の勧めにより、十七歳で、江戸へ出て、清川八郎の、京学文章指南書で、剣術や漢学を学び、 さらに塩谷党員の下で学業を治め、昌平座科学門書に入った。帰郷して、長岡藩の山田愛之助の門に入り、儒学を学び、学域を広める。母親戦争に際して、長岡藩が郎、軍事総督、河井継之助が負傷した時傍らに付き添い、その島で終始行動を共にした。継之助と共に、藍津藩に落ちていく途中、病状悪化して、 塩沢に泊まった。その時、つ之助は、富山修造に向い、これからは、実力のある者が勝つ世の中となる。戦争が終わったら、商人になれと悟した。その時、河合つ之助は、修造のために、福沢諭吉に当てた転書を残していた。明治維新の動乱の中、明治2年に28歳で、河合の添え書きを持って、慶応義塾に、 小林雄七郎らと共に入塾。在学中に、改正学校に留学し、明治5年に、慶応義塾を卒業。はじめ、大倉省市兵寮に入るが、秋田県に出資。しかし、県の学生改革にあい、教員在職期間9ヶ月で辞職し、翌年に、大倉省銀行課に入り、国立銀行創設に力を出した。1878年、 大倉省銀行課から渋沢栄一の圧戦で、大阪第32国立銀行の総監役として、銀行経営全般を委ねられた。富山は、銀行本店を本邸内から今橋五丁目に移し、岐阜、銚子の国立銀行を合併し、業務の近代化と整理に努め数年でその業績を安定上昇させた。その後、横浜商金銀行大阪支店勤務を経て、 日本銀行が明治15年10月に大倉省に出願して開設許可を得、11月に修造を大阪市店長に任命して創設事務を取らせ、1882年から3年間日本銀行初代大阪市店長に就任して大阪銀行会の指導者になった。しかし時の日銀総裁、富田哲之助と医師の衝突をきたして辞職。 その後、商工業視察の目的で1887年から1888年にかけて欧米の経済機関視察に加わった修造はビール醸造事業の研究や信用調査機関の必要性を再認識した。1891年、大阪に日本初となる商業更新書を設立して自ら総長となった。また、 伝統電力の供給事業や六甲山の開発にも積極的な経営姿勢を示した。ニューヨーク中央公園で電気鉄道の模型を見て私鉄経営を思いついたとも言われる。またそれ以前に大阪貯蓄銀行副頭取1908年、何和銀行頭取大阪精密工業社長1909年に阪神で円鉄社長に就任したのを はじめ数多くの関西の会社設立に尽力し、大阪米国取引所理事、大阪商業会議所副会頭、大阪府会議員などを歴任。大阪銀行集会所委員長として、関西財界の指導者として活躍した。電気鉄道業、更新所事業、ビール醸造事業、ガス事業、電気事業、保険事業を多数手掛け、関西経済界に多大なる影響を与えた。 また、1892年には、第2回衆議院議員総選挙に無所属で出馬し、当選。後に近畿クラブに所属した、大阪施設南霊園の墓所に眠る。墓の傍らには、観学者、三島武氏による、検証費が立つ。死後、1935年に創立された、大阪タイガースの名前が修造の妖名、虎田にあやかったという説がある。戦前には、 阪神甲子園球場前に銅像が建てられていたが、第二次世界大戦で銅像が金属教室のため撤去された。ありがとうございます。